えっと、今日はちょっと、えっと、松下幸之助氏の何かものを始める時に、えっと、言っておられた言葉っていうのをさせていただきます。それっていうのがの松下幸之助氏は何かの物事を始める時に必ず成功させますとかいうことは、えっと、言わはらなかったそうで。 私たちは、えっと、未熟な僕にどれだけできるかわかりませんが、えっと、してみますというようなことを言わはったらしいんです。でそれ何がいいかっていうと必ず成功させますって言った人ってもうその時点で縛られててでも絶対あの失敗は許されないっていうような自分で自分になんかハードルみたいな足かせみたいなのを。あの 受けててしまってると思うんで、それよりも未熟な僕にどこまでできるか分かりませんが頑張らせていただけますとかいう言い方やったらあのまずもうハードルが全然低くて自分にできることをまあやってやりますというような言い方をされたとここに一つのなんか教えみたいなのがあるんじゃないかなという気がします。ありがとうございました。